ゆうとび、本日の動画はこちらでございます。ツイッター終焉、新しい SNS スレッズの特徴と使い方まとめてみた。ところで早速スレッドりましょう。はい、ということで本日はもうね、知ってはる方もね多くなってきてると思うんですが、スレッズっていうアプリ、スレッズやんな、多分これ合ってますよね。7月のね、6日からね始まったばっかりのこの新しい SNS ですよ。 SNS これがねもう今めちゃくちゃね話題になってて、もういろんな人がもう始めまくってるということで、言うと今ね始めてみまして、今回はこのスレッズっていうアプリ一体何なんやと、ほんでどんな活用ができるんやと、写真好きカメラ好きの方にはね結構まあぴったりなねアプリにはなると思うんで、ぜひですね、まあ、知らんかった方はねこの動画で見ていただいて、ちょっとねアプリダウンロードしていただいて、もうインストールしてるっていう方はね改めて、あなるほどなみたいな感じでね、聞いていただきますと幸いです。で、言うても言うとにもねそんなにまだよく分かってはないっていう状況なので、今ね始めれば皆さんこう足並みを揃えてね、始められると思いますんで、ぜひまずはね、最後までチェックしてみてくださいませ。ということで、まずこのスレッズってアプリ、どこが出したなんやねんっていうことなんですが、インスタグラムをね、やってはるメタ社っていうところ、メタ社、もともとフェイスブックやったんですが、メタ社に2021年ぐらいにね確か社名変更したと思うんですけども、そのフェイスブックメタ社がインスタグラムをやってたんですけども、新しくスレッズってやつも出しましたと。ほんでまあこれね、一言で言うとまあほぼツイッターです。ほぼツイッター、もう完全にね、このメタ社さんからのツイッターへの宣戦布告ですよね。これはインスタはねどっちかというとこうなんか写真を載せてパッと見てね、こうみんなの写真が見れたりとかで綺麗な感じだったんですが、このスレッズはどちらかというと文字主体というか、もちろん写真とか動画も載せれるんですけども、ツイッターみたいにもうほんま文字もいっぱいね書けるっていうようなサービスです。ということで、まあ一旦ちょっとね見てみましょう。これ、このスレッズって書いてあるアットマークみたいなあのやつ、黒いやつがスレッズのアプリのアイコンです。これ開いていただきましてと、一番左下のねこの E マークを押したら、こうみんなの投稿がねブワッとこうね出てきます。皆さんね写真付きでこう投稿されてますね。もうほぼツイッター、ほんまにもうツイッターみたいな感じでねご利用してると思うんですが、この左下の部分にみんなのこのねスレッドですね、多分投稿とかつぶやきとかじゃなくてスレッドがまとまっていくと。皆さんねこれいっぱいスレドっておりますね。スレドルでいいんでしょうかね、これ略し方、つぶやくとかグーグルとかあるけど、これ多分スレドルになるんでしょうか。ユートピアスレドルでいこうと思うんですが、まあ、スレドっていったらここにこう出てきまして、ほんで次その右のねこの検索虫眼鏡マークでこの検索ができるんですが、今のところアカウントの検索しかできないっぽいですね。ツイッターとかインスタとかやったらハッシュタグで検索できたり、なんかツイッターでもそのツイートの中の文字で検索できたり、検索機能としてもねめっちゃ優秀やったんですが、今のところまだ例えばヒカキンさんとかでね、ヒカキンさんとかでやったらヒカキンさんが出るけど、ヒカキンさん以外のやつは出てこないみたいな感じになってますね。スマホいじいじ言うてはりますね。もう 1.4 万人もいる、めっちゃすごいね、やっぱヒカキンさんいつも見てます。ほんで次この真ん中のやつを押したら新規スレッド、これがまあつぶやく状態ですね。つぶやくスレドルですね、これがスレドルで、ちょっとこの投稿は後でねしっかりするとして、その右のまた右のこのハートのところが言ったら通知欄、皆さんからのいいねとかこの返信とかがまとまってるところと、もうねみんないいねとかフォローとかねコメントとかみんなくださって本当にありがとうございます。そんでそんで一番右がこのまあいわゆるホーム画面みたいなプロフィール画面ですね。ユートピアもすでになんかいろいろとにかくいっぱいつぶやいていらっしゃる、なんか楽しい、やっぱり、ね、新しい SNS 楽しいですね。なんかワクワクする。ミクシーとか思い出すもんな、懐かしいな。ミクシーは今どうなってるんでしょうか。ミクシーの時代のなんかタコ紹介とかさ、足跡記録とかなんかめっちゃおもろかったな、青春やな。おじさんなんでしょうか、この発言は。もうすでにもう今の時代は皆さんスレドルです。スレドっていきましょう皆さん。ということで、ここからちょっと、一体ね、スレドル、どんなスレドルができるのか。まあ、主に、まあ、ツイッターとはこんな違いがありますみたいな感じでね、スレドルを説明していきたいなと思います。真ん中のこのスレドルボタンを押して、ほんで、ここでね、もうほんまに、なんか、こう、文字が書けると。で、ツイッターはね、150文字ぐらいだったと思うんですが、このスレドルは、スレッズは、500文字までいけるみたいですね。結構文字は多く打てます。散財しようね、みんな、言うて。書いておきますね。でまだねこのハッシュタグはできてないというか打ったところで状態ですね。ほんで写真とか動画を載せたいときはこのね文字の下にあるこのクリップのマークを押します。クリップのマーク、そしたらもうね普通にこう写真をね選べまして、
10枚まで選べます。10枚。ツイッター4枚やったと思うんですが、インスタも10枚まで載せれて、このインスタと同じ会社が出してるスレッズも10枚まで載せれます。ちょっと夜景で10枚選んでみまして、追加って押したら、ここにこう、バッと10枚並びます。ほんで、ちょっとYouTube 撮影中です。明日、動画公開しますって書いておきますね、これ。ほんで、これでいいなと思ったら、あとはもう投稿するボタンを押したら、投稿されます。はい。これで、投稿中の見るっていうのが出るんで、ツイッターさ、つぶやいた後さ、自分のツイートどこ行ったとか、なんか消えることあるんですけど、これいいですね、これ。消えるわ。消えたです。消えました。どっか行った。どこ行ったー多分ね、これでみんなのこの、スレッズ欄には、ゆうとみの投稿が飛んでいってることでしょう。で、投稿されたやつはこうやってね、こう横にスライドしたらこう全部見れて、ほんでタップしたらこうちょっとね、ちゃんと写真アルバムで見るかのような感じで見れる。これはね、結構なんか見やすくていいかなと思います。で、かつあとインスタやったら、縦写真がね、4対5しかね、投稿できなかったと思うんですが、このスレッズに関しては、ちゃんとね、2対3とか、16対9まで、トリミングなしでちゃんと出るみたいなんで、この辺は良さそうですね。もはやインスタもアップデートで変わってほしいところですね。これ早くいつ変わるんですか、これ本当に。ほんで、なんかね、そうこうしてたらね、これいいねがみんなね、発見とかね、ついてきておりますね。皆さんありがとうございます、本当に。よく見る顔の人もいますね、これ。一応なんかいいねもね、非表示言うてね、できるみたいですね。いいねにとらわれずに、楽しむことも皆さんできます。ほんで逆にこう、投稿にいいねしたいときは、その投稿のこのハート欄を押すとか、コメントしたいときはこのコメントのやつを押して、ゆうとびがコメントして、見ております。 YouTube Now みたいな感じで投稿するってしたら、そこに対してまた投稿がスレッズが行くと。ほんでリツイートの機能もあるし、リスレッズになるんですかね、これは。ほんで引用リスレッズみたいなこともできます。引用リスレッズ、引用リスレッズか、なんかちょっと言いにくいですね、これ。あ、やってもうた。まあ、こういう感じでね、引用リツイートもリツイートもできると。ほんで、最後、この右側の紙飛行機のマーク、これを押したら、このアットトゥーストーリーを押したら、こう、パッとインスタが開いて、簡単にインスタのストーリーズにこれをね、載せることができると。これはね、やっぱこの、同じ会社がやってるからこその連携具合、これはね、めっちゃ良きです、良きです。ほんで、まあ、何回かね、この、ストーリーに載せて出ます、ゆとび。ここからも、こうやって飛んでいくことできるし、行き来がめっちゃしやすいって感じですね、これ。ということで、まあ、なんかめっちゃ簡単にそんな感じで、ほんまにもうツイッターみたいなことができる、インスタの会社が出したアプリっていうことなんで、まあちょっとなんかね、お気軽に始めてみようかなみたいな感じでね、皆さん始めてみたら面白いので、やってみてくださいませ。はい、ということで、ゆうとみはですね、インスタ、ツイッター、スレッズ、ほんでこの YouTube と、あとオンラインサロンもやっております。TikTok もやってるけども、あんまりこう、力注げてなくって、今後頑張っていきたいなって思ってます状態です。で、このやっぱね、まずインスタに関しては、こう、写真系なんで、写真がパッとね、ホーム画面にパッと載って、パッと見がやっぱ綺麗し、わかりやすいんで、あれはやっぱ今後めっちゃ使うと思う。で、あと検索欄でね、こう、被写体スポット探すときもやっぱインスタがやっぱ今一番便利なんで、自分の写真を発信する場としても場所探しとしてもやっぱねめっちゃインスタ便利やなと。でツイッターに関してはちょっとこの、ね、スレッズを入れてからあんまりこう開くことがなくなってしまってるんですが、まあ初日なんでそんなもんやろということで、言ってもねやっぱこのツイッターはリアルタイムの検索機能で、ね、めっちゃゆうとび使ってるんで、今兵庫県のひまわり畑咲いてるかなとか開花状況とかも、もうほんまそのリアルタイムで10分前に写真撮ってる人とかのが出てきたりするんで、そういう使い方としてもめっちゃ便利。ほんでツイッターのなんかさ、バズるみたいなのも面白いじゃないですか。自分もバズりたいし、いつかは。なんでまあ、ツイッターもまだまだ現役で YouTube や楽しみたいなっていうところですね、これ。ほんで YouTube はやっぱこういう風にね、動画で一番こう、内容としては濃く発信していきたいと。圧倒的にやっぱ全てにおいてやっぱ楽しいのは YouTube。動画の企画も自分で考えれて、出演まで自分でできて、ほんで編集まで自分でできて、それ見て皆さんからなんかコメントとかでおもろかったで言ってもらえるという、もう最高のね、場所なので、これ YouTube ほんまにもう大事にやっていきたいなっていう感じですね、これ。ほんで、スレッズはちょっと、まあ、まだわからないんですが、ちょっと暇な時やってみたりとか、あとは、やっぱ、
フォロワー増やしたい。ね、初め、今から始まるね、SNS なんで、初め頑張ったらちょっと、なんか置いていかれずに、なんか、子さんみたいな感じで頑張れへんかなと思ってるんですが、もうそれ以上みんなめっちゃ始めまくってるんで、そういう甘い蜜を吸うみたいなことは、なかなか難しそうやなって思いましたね。まあでも、本当に、皆さんぜひ、フォローしてください。応援してください。ゆうとみを押し上げてくださいよという方。まあそんな感じ、ちょっとまあ、スレッズをね、楽しみつつ、頑張りつつ、みたいな感じでやってみたいなと思っております。で、オンラインサロン、スワンプっていう、日本語訳したら、沼っていうやつで、皆さん沼にね、集まってきていただいて楽しんでるんですが、これはこれでね、やっぱもうめちゃくちゃ面白くて、最近。6月末もね、結構バタバタしてて、最終日にね、このオンラインサロンの定例会があったんですが、もうやっぱね、みんなのもう顔も覚えてきたし、なんかみんな同士もね、ゆうとみも含めて仲良くなってきてるんで、あ、なんか帰るとこあってよかったなと。ほんまにゆうとびが初めてなんか集まってくれたね、皆さんなんで、この人らマジで大事にしていきたいなっていうのはね、心の底から思ってます。オンラインサロン参加者メンバーのことは沼とびさんって言ってるんですけども、沼とびのみんなほんまいつもありがとうございます。なんか今後も面白いことを一緒にやっていきましょう。で、毎月頭の方とかに言って抜ける人とかもやっぱね、まあ、お金もかかっちゃうんでね、抜ける人もいるんで、満杯になってて入れない時は毎月初めとかに見ていただいたら多分空いてることも多いと思うんで、ぜひちょっと参加してみたいなっていう人は初月無料なんで、ちょっと覗きに来てみてください。ほんでそのまま一緒に沼に沈んでいきましょう。楽しいですよ、沼。うーん、苦しいけども。ほんです、あと YouTube 12万5000人をね、突破しました。ついに5000の壁をまた超えた。あと目指す15万人まで、2万5000人年内15万人目指してるんですが、これあと2万5000人増えるでしょうか。あと半分、まあ、5万人の半分って2万5000なんとなく2万5000っていうのが半分。いや、まだまだね、ゆうとびはちょっと頑張っていきたいし、なんかみんなにさ、面白いとかやってもらいたいタイプなんで、ぜひぜひちょっとね、見たことある方で、まあ登録されてない方いらっしゃったら、ポチッと押して応援していただけるとすごく嬉しいなと思っております。もう写真業界、カメラ業界ではね、もうゆうとびを知らない人はいないぞっていうぐらい、ほんまにもうちょっと頑張って有名になって、みんなにもっと面白いね動画をね、発信していきたいなと思っておりますんで、ぜひ今後とも末永くよろしくお願いいたします。皆さん登録してくれてる方はね、もうほとんどだと思うんですが、皆さんほんまにありがとう。マジでみんないないとゆうとびはいないです、今ここに。またなんか撮影スポットとかであったら喋りましょう、皆さん。ということで、もう喋ることないのでエンディングいきましょう。はい、ということで本日はこのスレッズっていうアプリについて話してみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。まあちょっとこの今動画撮ってるのも4月6日で初日なんで、今後どうなるかとかもわからないんですが、なんかパッと見良さそうなアプリなんで、しかも今のところめっちゃ楽しんでね、できそうな気持ちでいてるんで、ぜひぜひちょっとね、ゆうとびのなんか普段のなんかつぶやきとか、普通にこの写真とか、そういうのもね、見てみたいなと思ってくれた方はフォローをお願いいたします。インスタとツイッターも、スレッズもやっておりますんで、ぜひ見に来てみてくださいませ。ということで、もう喋ることないので、終わりたいなと思います。皆さんぜひ、チャンネル登録、何ともよろしくお願いいたします。なんかお願いしてばっかりで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。すいません。はい。